はいはいはい、早速本日も始めたいと思います。ゆうごっと TV でーす。今日のお題は、人のためと書いて偽りと書く。こちらを今から読んできます。価値観が変わる話を一つご紹介します。この事実をご存知でしょうか。人のために頑張るという偽りについてです。人のために頑張ります、人様のために一生懸命です、自分のことより人のことを優先して考える人は優しく思いやりがあり、人間として素晴らしく感じます。一般的にも人様のためという言葉は受けがいいものです。あなたもこうした人は素晴らしい人だなと感じることでしょう。反論できる人はなかなかいません。しかし私はこれまで人のために頑張りますという人で本当に輝いている人を見たことがありません。人のために頑張っている人に限って、自分の生活は貧しかったり、家族や人間関係がうまくいってなかったりします。人のことばかり考えて、頑張りすぎて自分の生活が傾いているのです。遠くばかりを見ているから石につまずくようなイメージです。人の幸せばかりを考えすぎて、自分の幸せは全く考えていません。自分のことを考える余裕はなくなり、生活は貧しくなります。人のために頑張っても自分の幸せにつながっていなければ不幸の道を歩んでいるということです。漢字では人のためと書いて偽りと書きます。人のために頑張るというモチベーションは偽りであり、本当に心から人のために頑張っているわけではありません。結局、頼りにされたい、ありがとうと言われたいという願望のために人のために頑張っているのです。頼りにされるのはいいですが、本当に自分の幸せにもつながっているかというとそうでもない。人のためという大義名分によって自分を偽っているのです。灯台では遠くを照らせば足元が暗くなります。人のために生きるほど自分の生活は貧しくなってしまうのです。今日の格言。人のために生きる生き方はやめる。なるほど。確かにね、間違いない。まあ何度も言ってるけど、やっぱ自分のためですよね。何でもかんでも。自分大好きだもん。やっぱ自分のため。でも自分のためにやっぱやってるのが自然と人のためにも役に立ってる。だから第一はやっぱ自分のためになることをやるのが、一番いいと俺も思う。このゆうご .tv だってやってるの自分のためですからね。自分の知識をつけるためにやってるけど、こうやって配信することによって誰かの役にも立っている。コメントくれてる方も本当にいつもありがとうございます。こうやって自分のためにやってるけど、自然と周りの人のためにも役に立ってる。一石二鳥みたいなね。ことですね。やっぱりオナニーも気持ちいいけど、やっぱり相手がいた方が、やっぱり一番気持ちいいですからね。そんな感じですか。はい。ということで、本日もご覧いただき、本当にありがとうございます。それでは、ドロン！